皆さんおはようございます。これより会議を開きます。内閣提出不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として国土交通省土地建設産業局長佐々木基生君及び都市局長川本章一郎君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。寺島義之君。はい。おはようございます。民主党の寺島義之でございます。順次質問をさせていただきます。早速ですが、不動産投資市場は年々、拡大を続けているわけでございます。不動産特定共同事業の実績は低いレベルにとどまっております。今回の法改正の背景として不動産証券化事業において一般的に倒産隔離のために設置される SPC が業務管理者や資本金等の不動産特定事業に必要とされる要件を満たすことが困難であり、事実上不動産特定共同事業法に基づく許可を得ることができないことが不動産特定共同事業のスキームが利用されにくい理由と考えられているようであります。今回の法改正により不動産特定共同事業の実施に関してどのような効果がまず期待されるのかお伺いをいたします。またこれまで不動産特定共同事業において倒産隔離が図られていないために事業者の経営破綻が投資家の債権回収に、影響を与えてきた事例が実際あったのかどうか、あればその事例をお示しをいただきたいと思います。そして不動産投資市場全体に与える影響ですね、および他の J リートや JKTK スキーム等の不動産証券化のスキームへの影響についてどのような見込みを持っておられるのかということであります。特に法改正によりまして、今後10年間で約5兆円の新たな投資が行われ、約8兆円の生産波及効果があり、約44万人の雇用誘発が見込まれているわけであります。その根拠はどこにあるのか、はじめに太田大臣にお伺いをいたします。太田大臣。投資家から出資を受けまして、不動産取引を行って、その収益を投資家に分配すると、こうした事業はですね、昭和62年頃から行われていたようでありますが、平成3年頃、91年になりますけれども、経営基盤の脆弱な事業者が倒産をしまして、投資家の資金が回収できないというような被害が多数発生いたしました。そのために投資者の保護をするんだということで平成6年に不動産特定共同事業法が制定をされまして、しっかりした事業者がということを制限するために許可制というのが導入されたのがこの不動産特定共同事業法でございます。しかしその後の運用状況を見ますとですね、現行の仕組みでは事業自体が有料であっても他の事業にいろいろ手を出したりするということで倒産をしてしまうというようなことがありまして、倒産隔離ということをしていかなければならないのではないかと、投資家からの資金をそうしたことから受けられない、投資家からは不安があるということがあります。そこでそれが大きな原因であってなかなか進まなかったわけですが、この今回個別の不動産の保有に特化した SPC を作りまして、投資家からの資金を集めやすくなるようにという法改正をさせていただいたものでございます。これの SPC につきましては許可を受けた不動産特定共同事業者に業務を委託する等の条件を満たすことを前提にしまして届け出にしたわけでありますけれども、
これでかなり動いていくのではないかというふうに思っているところです。で、まあ、この法改正によりまして、約5兆円の新たな投資が行われれ、全体的には この共同事業によりまして7兆円ぐらい、従来のものが相場であったら2兆円、全体で言いますと新しく5兆円ぐらい増えるという見込みを持っておりまして、そういう意味では5たす2の7兆円、そして産業連関表によりますと8兆円の生産波及効果と44万人の雇用誘発効果が見込まれると、また地域の駅前をはじめとして活性化というものが何とか図られるようにスタートが切れるのではないかというような期待を持っているところでございます。佐々木都市建設産業局長。まず経営破綻の実例についてご説明申し上げます。過去には許可を受けました不動産特定共同事業者が民事再生手続きを開始したという例がございます。平成19年後でございましたが、これは不動産特定事業本体というよりもリゾート事業の失敗がその原因だった、まあ、そういうものでございました。それから先ほど委員おっしゃいました経済効果の根拠でございますけれども、不動産証券化実績につきましては、リーマンショック前は 8.9 兆円の実績がございました。これがリーマンショック後は 2.3 兆円ということになっております。で、従いまして、これがリーマンショック前の、まあ、水準に、まあ、戻ったと仮定した場合に、今回の法改正による新たなスキームによる増額が、まあ、大体5兆円というふうに考えております。で、これを産業連関表によって、推計いたしますと約8兆円の生産波及効果、約44万人の雇用誘発効果ということで、推計しているものでございます。寺島君。はい。まあ、新たな投資が10年で5兆円、単年度で約5000億円ということであります。特例事業は公募されない私募ファンドでありまして、事業参加をプロの投資家に限定しているため、裾野の広い投資を見込むことは困難であると考えています。収益性の高い物件であれば、すでに他の方法でですね、例えば他の不動産証券化スキーム事業化がされたりですね、大手のデベロッパーなどが、金融機関から融資を受けてですね、調達をして事業化をしたりしていることが、まあ、あるわけでありましょう。まあ、収益性のほとんど高くない不動産再生を中心とする特例事業に思うように、投資家の資金が集まらないことも、まあ、逆に想定されるわけであります。この点について政府はどのように考えておられますか。また、どの都市におけるこのようなプロジェクトといった事業化されそうな具体的なプロジェクトがお分かりであればお示しいただきたいと思います。そして、創設される特例事業に対する不動産証券化に関与する事業者や投資家からの評価、期待感はどのようなものであるかお聞かせをいただきたいと思います。松下大臣政務官。はい、お答えいたします。私からはまずですね、思うように資金が集まらないということに対する考えですけれども、例えば耐震性能を持たないなどの理由によりまして収益性が高くない不動産でありましても、駅前や中心市街地などの好立地に位置しているものであれば、まさに今回の改正法による仕組みを活用することによりまして収益性の高い不動産に再生されることが期待されるところでございます。またこれまでもですね、長野県長野市や愛媛県松山市などの地方部におきまして、不動産証券化手法を活用いたしました地域活性化の事例がございまして、本改正スキームによりこのような地方の駅前や中心市街地などにおいて老朽不動産の再生を図る事業が促進されると考えております。以上です。寺島君。まあ、利便性の問題だろうというふうに思うわけでありますが、本改正案により創設される特例事業が建築物の耐震化や介護施設ですねの整備等に有料な不動産ストックの形成につながるものであるとすればですね、積極的に需要化されることに対する国の支援策は、まあ、重要であると思っています。そこで具体的にどのような支援策を講じられようとしているのか、
使い勝手の良い制度とするためには、まあ、ガイドライン、これをしっかりせないといかんと思うわけですが、きちんと定めてですね、事業者や投資家に情報提供することが重要と考えるわけであります。どのような取り組みを想定しておられるのか、そして、官民ファンドを通じた出資など、民間投資の拡大に向けたですね、支援が必要と考えられますけれども、そのお考えをお聞かせいただきたいと思います。佐々木土地建設産業局長。お答えいたします。まずこの事業の、まあ、積極的な活用を、まあ、推進したいというふうに考えておりまして、そのために、まあ、ただいまご指摘ありましたように、まあ、法令等の解釈運用を示した、まあ、ガイドラインを整備することでございますとか、あるいはその運用にかかる Q&A、 いわゆるその問答集、こういったものを作成しますとか、あるいはモデル約款の作成、こういったことによって、まあ、事業者団体とも協力しつつ、その普及に努めてまいりたいと考えております。また新しい仕組みが普及しますように、特別目的会社、いわゆる SPC が不動産特定共同事業において取得する不動産につきまして、不動産流通税の軽減措置等も講じたところでございます。さらにファンドのお話がございましたけれども、平成24年度補正予算で、耐震環境性能に優れた建物を整備するためのファンド事業を創設いたしました。この事業と、それから今回の、まあ、制度改正とは、まあ、今日いつにするものでございますので、この不動産特定共同事業法の新しい仕組みの活用について、このファンドの活用ということも十分考えていきたいと思っております。寺島君。はい。今度の改正により、地方の中心部やビルや商業施設などですね、 SBC が習得して違反建築物やまあ、単身のですね、老朽施設の再生を事業化することによる都市機能の更新への民間資金の導入というのはですね、地域の活性に大いに役立つものと考えています。政府はどのようにこれを評価しているでしょうか。また特例事業において地方公共団体、地域の金融機関、地域再生ファンドなどについてどのような役割をですね、果たすことが可能と考えておられるのか伺います。また、地方の再生案件は地域の NPO や住民などがプロジェクトに関与することが期待されるところであります。本改正案の特例事業においてですね、事業参加者はプロの投資家に限定されているわけであります。地域の NPO、 まちづくりファンド、あるいはまた住民などの一般投資家向けのスキームも検討されるべきではないと、まあ、考えるわけでありますが、どのようなお考えがあるのか。松下大臣政務官。はい。じゃあお答えいたします。私からはですね、地域の活力につきましてお答えいたします。我が国不動産は成熟社会を迎える中で老朽化、有給化が進行しておりまして、これら不動産の再生への民間資金の導入促進を通じて地域経済の活性化や資産デフレからの脱却を図ることが期待されてございます。委員ご指摘ございましたとおり、今回の法改正は地方の駅前や中心市街地などの老朽有給不動産の再生を図る事業の促進を図ろうとするものでありまして、今後民間事業者等に対して制度の普及啓発に努めてまいりたいと思います。佐々木土地建設産業局長。お答えいたします。今回の法改正によりまして、実際に事業を、まあ、実施するものは誰になるかということでございますけれども、現在特別目的会社へ出資することができるプロ投資家の範囲につきまして、検討しているところでございまして、今後省令で定めていくということになるわけでございますけれども、地域経済の発展のために地方公共団体でございますとか地方銀行等の地域の自主的な出資を集めて設立される、いわゆるその地域経済活性化ファンド、こういったものにつきましても対象となるように検討してまいりたいと考えております。今ご指摘のありました NPO、 あるいはその住民の関与ということでございますけれども、確かに地方の再生事業におきましては、NPO や住民というものが大きな役割を果たしているということは事実でございます。ただ一方、その今回の仕組みにおきましては、特にリスクの判断の難しい耐震改修、建て替えといったもの、あるいは開発事業、こういったものにこの制度が活用されるということが想定されますものですから、一般投資家にとりましては、その投資判断というのはちょっと難しいんじゃないかというふうに思っておりまして、そういう趣旨でこのプロ投資家に限定をしているということでございます。寺島君。はい。ちょっと考え方を変えるというか、地産地消ではありませんけれども、中央のプロのデベロッパーがですね、
来てやると。確かにスピーディーに運んでですね、目標値も達成されやすいんでしょうけれども、一方では、その利益は中央に持って帰られてですね、地方はその不動産の材料を出すだけということで、地域の活性化にはなかなかつながりにくいのではないかというふうに疑問を持つわけであります。やっぱり地方ではそのやる気のある人が多いんですけれども、なかなかノウハウがあまり、まあそういうこと言っちゃいかんのかもしれないけど、ない部分があろうと思うわけですね。そうしたところにですね、行政がしっかり支援するということがですね、まあ大事なことではないかというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。次に、特例事業が地方の老朽化建築物や違反建築物を対象とすることも考えると、ある程度のノウハウやセキュリティに専門的知識を有する人材が、まあ、求められていると思います。ノウハウの蓄積や人材の育成確保について、政府はどのように支援していくおつもりなんでしょうか。松下大臣政務官。はい。お答えいたします。人材育成の観点は大変重要だと考えております。本法案により創設されます仕組みを積極的に活用するため、制度の普及、啓発とともに、不動産証券化指標に精通した人材の育成活用が必要不可欠であると考えております。人材の育成活用につきましては、例えば不動産証券化にノウハウを有する人材を交えて、不動産再生事業に関するケーススタディを実施するなどにより取り組んでまいりたいと考えております。また、制度の啓発普及につきましては、例えば地方整備局の活用や関係団体の協力によって広報に努めるなど、効果的な方法で進めてまいりと考えております。以上です。寺島君。はい。太田大臣ですね、この事業推進というのは一方ではその国家の安心安全にもつながってくることだろうというふうに私は思っています。で、都市部であるとか地方でも大きな都市の商店街等は、まあ、進むんでありましょうけれども、なかなかその利益の見込めないような地域ではなかなか進みにくい部分もあろうと思うわけです。まあ、特にその地方のそのノウハウを蓄積されていないような部分において、なかなか進みにくいというふうにも思うわけです。しかしそれではですね、国土の均衡ある発展ということにはつながらないわけでありまして、やっぱりそうした弱いところにですね、行政としてしっかり支援をしていくと、これがやっぱり一方では大切なことではないのか。そのことによって、国土全体の安心安全を確保していくということにつながってくるのではないかと思うわけでありますが、ご所見があればお聞かせいただきたいと思います。太田大臣。全く私も同じ考えです。それで先ほど中央の大手ディベロッパーがという全部入っていって持っていっちゃうんじゃないかというお話がありましたが、この東京のそうしたことでは、いわゆる J リートやそうしたことについて、大手が手掛けると。ところが、ここはもう、例えばイメージ的には、地方の第2ぐらいの駅前っていうのは、もう大変な疲弊した状況であって、そこを入っていた店がバッと出てしまって、老朽化もしているし入る予定もないというようなところを地域活性化ということ、耐震老朽化対策ということを施し、そして、地域の駅前はじめする大きなところの活性化を図る、合わせて地域の、まあ、むしろ行政がそこをバックアップしながら、地域の銀行等がそこに出資をして、みんなでそこの駅前をはじめするそういうところを立ち直らせていくという中で、若干の収益が投資家にも得られると、こういうことだと思うんですね。ですから、バラ色みたいなことというよりは、なんとかそういう方向に手が打てないかと。ですから、ディベロッパーも私は地元の中小のディベロッパーが一緒に入っていただいて、行政と銀行と地域の銀行等と地域の中小ディベロッパーが入っていただいて、SPC を作って投資が行われて、耐震化が図られてというような、かなりそこに狙いが定められたものだというふうに思っています。そういう意味では、耐震改修促進法を先般もここで審議をしていただいたわけですが、
そういうことも合わせてですね、不動産の再生に適した不動産証券化の一つのスキームとして導入すると非常に大事な役割を果たすべきものだというふうに思っておりまして、なんとかこの後ですね、法律が成立させていただいた後ですね、具体的にどういうふうにそれを組んでいくかというところにも政府としては関与していかなくてはいけないと、こういうふうに思っているところです。寺島君。ありがとうございます。できるだけ地元のことは地元でできるようなきめ細かな支援をどうぞよろしくお願いします。時間がありませんのでやめますけれども、先般の本委員会で審査しました耐震改修促進法の改正、先ほど大臣お話のとおりでありまして、条件不利、不特定多数の行く学校とか老人ホーム、こういうのもあるわけですけれども、なかなか旅館なんかは建て替えにくい、耐震がダメだと言われて公表されてもなかなか風評被害につながって大変だと、そういうの皆さんのためにもこのケースは非常にいいではないかというふうに思っています。そうした観点からもこの法改正がなされて本当にですね、都市も地方も含めて、再生が何というかされることによって、国家の国土の均衡ある発展が図られるように希望いたしますと同時に、1500億から約5000億ぐらいに規模になるということであればですね、相当の事業の皆様方が入ってこられるんであろう。そうしたときには、中には非常識な業者もおられるわけでありましょう。そういうときにもしっかりとですね、金融機関や警察等と連携を図られましてですね、不利益を被る方ができるだけ少ないようなご手配をお願い申し上げまして、財源の質問大変時間がなくて失礼をいたしましたけれども、お詫び申し上げまして終わります。ありがとうございました。